はい、皆さんこんにちは、ももすけです。今日はですね、これたくみくんも取り扱ってた気がするんだけど、あ、たくみくんのチャンネルはね、説明欄にリンク貼っておきます。アマチュア無線の話題結構やってますから、ぜひ見に行ってあげてください。これ偽物のダイヤモンド、第一電波工業に似せたアンテナ、 SRH805S の偽物を紹介っていうか、注意喚起のために、出したいと思います。これ偽物なんです。これがね、結構出回ってるみたいなので、まあ、通販とかで買うとどれが偽物って見分けるの難しいかもしれないんですけど、まあ、異常にね、低実勢価格より安いものがあったらこういうのがあり得るということで注意してほしい、偽物アンテナの話をしたいと思います。はい、これが問題の偽物の SRH805S です。ちょっと SRH805S の本物のパッケージがなかったんで、違う製品のパッケージと比べてみますけど、わかるかな、もう明らかにね、印刷が変。なんかこの赤がドス黒いんですよ。赤がドス黒くて、印刷も滲んでるし、このテキストももっと本物はしっかり綺麗に白が入ってるんですよね。そしてね、なんかね、まあ、これは全部そうかわかんないけど、この黄色いパッケージの黄色もなんか汚い。うん、そしてふにゃふにゃ、なんか質感も違う。このパッケージのこれもすごいふにゃふにゃなんですよ。これ結構硬い。っていう感じで、もう偽物はなんかパッケージからしてなんかこう汚い感じです。で、まあ中身なんですけど、これこう見た方がわかるかな、ピント合ってるのかな、これちょっとピントが合ってるか自信がないんですけど、これね、まあこれだけ見るとなんともないかもしれないんですけど、本物と比べてみますか。上が本物です。下が偽物です。わかるかな、こんな感じ。まあ、やっぱり印刷がなんかもう不鮮明っていうか滲んでるっていうか、本物の方の方が明るい水色で、まあ、綺麗に印刷されていますね。印刷位置もちょっと違うかな。まあ、外観はね、ほぼほぼ似せて作ってありますよ。だけど印刷の質がやっぱ違うかなっていう感じです。実際にですね、これをアンテナアナライザーで測定してみると、本物の方は144と430メガ付近の両方に SWR の落ちてる場所があるんですね。まあ144メガなんかはこれだけ短縮しちゃうとさすがに結構 SWR 高いんだけど、それでもちゃんとこう144メガのところにこう一部落ちてるところがあるんですよ。ただこの偽物はですね、430メガのところにマッチングは合ってるんだけど、144メガの方は SWR 無限大。なので、これで144メガで送信すると、まあ、最悪無線機壊れるんじゃないかな、っていうものになってます。だからまあ、このサイズでね、144メガで使う人ってあんまりいないとは思うんだけど、これはね、危険。まあ、430だと多分使えちゃうと思うんだけど、使えちゃうから偽物でいいってわけでもないしね。ちょっとこれはいけない製品ですね。オールドマンビーアンビシャス、おっさんよ大志を抱け。はい、ということでですね、まあこういう偽物アンテナ、まあ今後もいろんなもので出てくる可能性ありますので、注意していただきたいと思います。
はい、でここからですね、せっかくなんで第一電波工業から新しく発売されるアンテナのお話です。デジタル省電力コミュニティ無線用のアンテナです。すでに第一電波さんはデジタル省電力コミュニティ無線用のアンテナとして、ここにありますね。はい、ハンディ用は、この SRH140DH というアンテナと、SRHF140D という、ロングタイプとショートタイプの2つのアンテナをリリースしています。で今回はこの SRH140DH と同じ4分の1の、長いアンテナなんだけども、まあこれ正直ちょっとこうエレメントが細いと。でエレメントが細い理由っていうのは、デジタル省電力コミュニティ無線の筐体が結構ね華奢にできているので、まあ本体に負担をかけないためなんですけども、やっぱりねこうしっかりしたアンテナがいいなというリクエスト少なくないと思います。そこで今回ダイヤモンド第一電波工業から SRH140D という4分の1のロングサイズのデジタル省電力コミュニティ無線用のアンテナが発売されます。ちょっとアンテナの写真って画面に出すのめっちゃ難しいんだけど、横に出そうかな縦に出そうかな、ちょっと横に出すか縦に出すか分かんないんだけど、こちらです。はい、まあ一目瞭然、あの太いしっかりしたエレメント、つまり SRH350DH デジタル簡易無線用のアンテナみたいな太めのエレメントを使った、アンテナになります。まあもちろんですね、太いといってもフレキシブル構造なので、あのくにゃくにゃ曲がると思いますが、かなりね弾力のあるものになってるんじゃないでしょうか。 144MHz 対応、長さ 0.4m、 重量 38g、 4分の1波長単一型、インピダンス 50Ω、 SMA 型端子ということで、あ、これ300本限定なんですね。いやこれ、あーじゃあこれあれか、後から欲しいと思っても手に入らない可能性あるのかな。はい、SRH140D が300本限定で9月に発売されます。もしかしたらこれハムフェアで展示されるんじゃないかな。はい、でもう一つですね、デジタル省電力コミュニティ無線用の固定用アンテナも発売されます。第一電波ではすでにモービル用アンテナ、これですね AZ140 というものがあるんだけども、この VX140 基地局用のアンテナが発売されます。まあベランダへの設置も簡単なコンパクト GP、 もちろんノンラジアルタイプということで、長さは 1.34m、 まあベランダギリギリかな、ギリギリ入るかなっていう感じだと思います。重量は 0.7kg、 2分の1波長単一型、インピダンス 50Ω、 利得は 2.14、 端子は M 型 MJ ですね、 MJ 型という風になっています。耐風速は 60m/s、 適合マスト径は30から62mm ということで、まあいわゆるパッと見はもう一般的な、GP アンテナになっています。まああの四方にラジアルが伸びたりはしてないので、まあ設置場所は比較的選ばないんじゃないかな。ただまあコンパクトって言ってるけど、まあまあでかいと思いますよ。 1.34m なんで、まあ女子よりちょっとちっちゃい、女子っていう、あの女の子よりちょっとちっちゃい、いやいや、なんて言えば 1.34m って何を指標にすればいいの、なんかまあ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 でかいですよ。まあまあでかいとは思いますけど、基地局でデジタル省電力コミュニティ無線使いたいんであれば、一応唯一のアンテナってことになるのかな。今のところモービルホイップがコメットさんからも第一電波からも出てるんで、それを流用して基地局に使うことはできますけども、本当に基地局用として売られるアンテナはこれが初めてになるかと思います。まあこれ本当無調整なんで、ポールにつけてパッと上げれば使えるはずなんで、便利なものになるんじゃないでしょうか。まあということで、まあ、ついでの紹介になっちゃって申し訳ないんですけども、またですねこれ手に入れたら、特に SRH140D の方ね、どうかっていうのをハンディ機につけて検証してみたいと思いますんで、お楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと
思ったらぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。以上、桃助でした。バイバイ。